皆さん、はじめまして、 AKB48 の柏木由紀です。この度、なんと YouTube を始めることになりました。やってるやってくれるのかなるのかなはい、ということで、まあ、今回は AKB で YouTube をやることになりまして、私も実は YouTube 気になってたんですけども、 YouTube をやらせていただくことになりました。結構 YouTube 見るんですよ。 YouTuber の方とか芸能の方とかいろんな方見るんですけど、その最初のなんかあるじゃないですか、どうもなんちゃらです、ゲンみたいなやつをどうしようかなと思って考えて、私はキャッチコピーがあるので、それをね、最初の挨拶にしたいなと思って、ちょっとやってみていいですか。今後これで始めようかなっていう。はい、寝ても覚めても雪にワールド、夢中にさせちゃうぞ、雪にこと柏木由紀です。ほい、これしか持ってないから何じゃないの急に喋るじゃん急に仲良しのスタッフさん喋ってきたいい、じゃあいいって言ってるので、これにしたいと思います。そしてチャンネル名はゆきりんワールド。これはなんかそのなんとかチューブ、なんとかチャンネルの代わりがこうワールドみたいな、私の世界をこう皆さんに伝えていけたらなと思います。私のことを AKB のメンバーとかでは知ってくださってる方もいらっしゃるかもなんですけど、まあ、どんな人なのかみたいなことを皆さんに伝わったらいいなと思って、今日は何個か、 なんか自己紹介になりそうな質問みたいなのがいっぱいあるので、それに答えていきたいと思います。じゃあ早速、28歳です B 型です、超 B 型。はポジティブ、あとマイペースかな。トウモロコシをきれいに食べることいやー、 YouTube で一本の動画にならないぐらいしょうもない特技だな。美味しいご飯を食べてるとき、そうだな、難しい質問だねこことかに一応恋愛禁止ですみたいな多分それだ、恋をしたら恋愛禁止って何ってなるんじゃない？ダメかな、使えないかな、ダメかなマジ1週間ごとぐらいに変わるんだよね、本当に好きな人の。なんかいっぱい食べる人がいいし、怒んない人がいいし、穏やかな人がいいし、毎週変わります。うわー難しい。誰も傷つけたくないから、ちょっと待って、何してる？わらっていう人LINE とかでさ、わらいでごまかそうとしてる人嫌い夏はじゃあ YouTube で海行きましょうよ、みんなみんな中井さん分かりますか？中井正宏さんにめちゃめちゃブチギレられる夢めちゃめちゃハードル高いな。ファンの方からいただいた年賀状に自分の水着の写真が貼ってあったことああ本当にない。ほんあAKB のスタッフさんには結構怒ってますけどこれ多分使えないし、詳細も話せないけど肘の皮フェチ、あー、いろんな人の肘の皮触る企画したいな。私今のナンバーワンはジアルフィの高見沢さんが一番なんですよ。で、高見沢さんを超える肘の皮を持ってる人に会いたい。それは私に将来の夢聞きますそうだな、今28歳で30歳まで AKB にいるっていう宣言をしたので、近い目標はまず30歳まで元気にアイドルをやることで、その先もできるだけ長くアイドルをやりたいな。挑戦したいこと、いや YouTube でいっぱい挑戦したいことありますよ。でも言っちゃったらあれだから、今後この YouTube でやっていくことが挑戦したいことになるんじゃないかなと思います。ということで、これでちょっとでもね、人となりが皆さんに伝わったらいいなと思います。本当 YouTube で決めたのは、もうまずキャラを作らない、まずもう素でやる、素で行く、素で喋る、あと本当に自分がやりたいことや楽しいなと思うことをやる。で、3つ目は再生回数と登録者数を気にしない。本当に多分それやり始めたらキリなくて、どん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 私はエスカレートしちゃいそうだから、まずは楽しく、こうもし再生してくださった方が少しでもその見た時間がなんか楽しかったなとか癒されるなとか、何かしらの時間になるように、まあのんびりとゆるゆると楽しくやっていきたいなと
思います。やっぱ AKB のメンバーなので、 AKB ならではのことだったりとか、まあお仕事もそうですし、プライベートも全然、意外とプライベートはほとんどこういう動画みたいなので見せたことがないので、皆さんにこうちょっとでも近くに感じてもらえたら嬉しいなと思っております。ということで、これから柏木由紀の YouTube、ゆきりんワールド、皆さんぜひよろしくお願いします。あ、なんか最後に言うのありますよね。なんかこの、ちょっと待って、なんか、いやちょっと待って、めっちゃ見てんのに、なんかこの動画、あ、違う、なんだっけな、なんかいいね、グッド、なんですか、グッドボタン、今後に期待の意味を込めて皆さんぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。